えー、日本全国1億2000万の、えー、サトチュンチャンネルをご覧の皆様こんばんは <laughs>、まあ、そんなに見てないねはい,いサトチュンチャンネルでございます、えー、というわけでですね今回ゃあゃあゃあドンはいでかいわフ f イ r デ h d 1 0ねこれ買って1週間が経過しましたで今回は1週間使ってみたこのねフ f イ r デ h d 1 0の 使用感レビューなんかをやっちゃいたいなと思います。はい。えー、まずこの佇まい。おい、こんな状態になってんのかよってね。ノートパソコンみたいでしょほら。かっちょいいねうん。あのね、まあ、これはですね、このエレコムの Bluetooth キーボードですね。こちら。ミニタイプのやつ。型番が TKFBP052 というやつですね。 このキーボードと、これもね、1000円ぐらいで買ったマウスです。これもエレコム製です。これあんまりね、相性良くないんだけど、意外とね、ファイ r e タブレット結構掴んでくれるんですよ。エレコムのやつね。この、この型番。この型番。はい。これです。うん。で、スピーカーはね、はい。あのよく、まあ、うちのチャンネルで紹介してますけど、ダイソーのね、300円のスピーカー。 これをつなげてですね。で、あと、ここスタンドが、はい、よいしょ。これセリアで買ったやつかな。100円のやつのスマホスタンドを、こうやってくっつけて、で、あとはね、ここの端子が開いてるので、まあ、これは充電器でつながってます。充電しながらこう。まあ、充電器なくても結構使えるんだけどね。うん。まあ、こんな仕様でね、えー、私、えー、1週間ほど使ってみました。 まあ動画をご覧の皆さんだったらね、もうすでに知ってるかと思いますけどもね、まあ、これ買ってすぐに Google Play Store をインストールして、まあ、Android アプリなんかでもおなじみの、ね、アプリをもうあのバンバン入れて使っております。はい。これでね、まあ、入れ方に関してはね、えーとまあ、僕、僕、過去動画に2つほど作っていますよね。ね Fire タブレットのインストールの仕方、あとはこの Fire HD タブレットこれ実際に使ってね、 えー、その時に撮った動画もね、あげておりますので、えー、よかったらご覧になってください。あ、動画の説明欄にリンク貼っとこうかな。はい。まあ、この Google Play ストアを入れたことで、まあ、これがね、FireOS のタブレットなんだけど、もうほぼ、ほぼほぼね、Android タブレットとして使うことができます、えー。そう思った時にね、このタブレット非常に価値があるものに変身するんですね。っていうのは、 あのー、この10.1インチの Android タブレット新品で現行のモデルが14,980円で買えるわけですよでストレージも 32G ガあるしメモリも 2G ガあるまあまあ結構なスペックなんですねクワッドコアなんですけども、えー、かなり快適に動かすことができます私も実際使ってみましたけどももう動作速度に関しては何の不満もないです えー、ほぼ大抵のことは、これ一台でね、こなすことができますね。で、まあ、これがね、Google マップなんですが、もうね、この、なんていうんですかね、表示速度、それからね、このピンチイン、ピンチアウトした時の、この滑らかな動き、これがですね、私がかつて持っていた端末ではね、体感し得なかった扱い、扱いやすさですね。 はい。えー、それとですね、もう一個いくと、まあこれね、まあゲームのアイコンなんですけどね、あの、要はゼビウスのアプリを入れたんだけど、えー、ちょっとまゲームプレイをね、する画面を出していいかちょっとわからなかったんで、まあ、とりあえずアイコンだけね、えー、っと、まあ、紹介しますけれども、このゲームをやった時のね、やりやすさ、 うーんとね、滑らかな動き、さっき説明したけども、滑らかな動き、プラスそのタップに対する忠実な動き、反応、レスポンスえ。これがね、すごく良くて、ゲームがね、すごいやりやすいんですよ。えー、通常、まあ、他のスマホとかね、タブレットでやっても、そんなにね、ゲームがクリアできなかった箇所もですね、これで FireHD10 でやると、えー、すごくね、スイスイ進むことができるんですよ。 すなわちすごく操作性がいい、えー。この結果何がいいかと言いますとですねはいこれはですね YT スタジオアプリといいまして、えー、と YouTube 動画の管理アプリになります。えー、これ今一般の視聴者さんはね、えー、とこれ多分使えないのかななんだけど、えー、動画をね出してる人にはこういう機能を使うことができるんですが、えー、これらの使いやすさがダントツにいいんですよ。 先ほどのゲームしやすいって言いましたけれども、それがですね、こちらでも各種設定がですね、すんごくやりやすいんですね。今からちょっと表示しますけれども、例えばですね、ここの、なんていうの、鉛筆画面、タップすると、 こうやって設定モードに入るんですけれども、えー、この辺の辺、ね、文字入力のしやすさで各種設定のしやすさま時間設定、まあ、このプライバシーあこれプライバシー公開しちゃってるからちょっとダメなんだけど、あのーまあ、時間の設定がしやすかったり、えっと、写真のサムネイル入れやすかったりっていうね操作がしやすいんですよ。えー、これがね、えー、すごく特徴で、えーまあ、やっぱりどうしてもパソコンの方がやりやすいよね っていう部分が、えー、このファイヤータブレットでもね、結構快適にできたりするんですよ。えー、このあたりが、えー、素晴らしい特徴ですね。まあ、これまでパソコンでやってた作業が、えっ、ー、と、こういうね、マウスとかキーボードの操作によって、まあ、スムーズにこうやって操作できる。こうやってパッと上げたりとかね、まあ、これ下げたりとかね、こういう使い方をするとか、あと、まあ、キーボードを打つときのレスポンス。えー、これが素晴らしく良い。これね、実はパソコンでもね、 遅延が発生するんだけど、なぜかファイヤータブレットは遅延が出ない。もうレスポンスが早いですね。もうスパパパパパパパーとこう、文字打ちができると、えー、いうのが特徴ですね。えー、とはいってもね、10.1インチあるので、このね、ソフトウェア,ウェアキーボードも使いやすいんですよ。えっと、このキーピッチのね、間隔がやっぱりそのちっちゃいタブレットと比べて広いので、打ち間違いがほとんどない。 えーとまあ両手をね使って本当にまにこういう機械式のね物理キーボードを触るような感覚でえ打ち込むことができるえここもね非常に使いやすいポイントでえこの辺りもねもうパソコンを凌駕するなと思わせる部分ですねさっきまあ説明したねその マップを開いた時の滑らかにこうやってこうピンチインピンチアウトができるよと。でゲームの操作性がいいよと、えー、いうところをね、お話ししましたけども、この操作性の良さが、えー、すなわちですね、まあ、キーボードの入力とか、マウスの使いやすさとかにもつながりましてですね、えー、これまでタブレットって言ったらどっちかっていうとさ、まあ、SNS を読んだりとか、まあ、動画見たりとか、 それからまあネットを見たりっていうところまあせいぜいあのツイッターでつぶやくとかまあ調べ物をするときにまあこう検索キーワードを入れてまあ入力するというような感じで、まあ、どちらかというと,、えー、とタブレットっていうのは視聴するデバイスだと思うんですよ。で一方、ね、あのパソコンは 何かこう作り出す、物事を創作したり作り出すデバイスだと思うんだけど、えー、これらの、ね、操作性のしやすさがですね、えーとまあ、こういうものづくりのしやすさにつながりましてですね、えー、この Fire タブレット、FireHD10 だけでも、えー、いろんなものを作ることができるんじゃないかなと、えー、1週間使ってみて感じたところです。えー、さっきも言ったようにね、あのー、10 1> 1インチの大画面で,しょでまあ現行モデル新品これが14,980円で買えるっていうのが非常に驚異的じゃないかなと思いますそしてこの Google Play を入れてね、まあ、いろんなアプリ使えるようにしてなおかつこういう外部デバイス接続するとですね、えー、これ人によってはもうパソコンいらないんじゃないというところまで えー、来ていると、えー、思いました。